やはり甲府の方から何らかの構造物が構造物、用意したものも含めてですけども脱落をして影響したのは間違いないと思います。もともとその3号機はですね水没をしていて水中ロボットを非常に心配をしていたんですけども、しっかりその中の方まで映像をいろいろ撮ることができました。